どうもこんにちは、今回はですね、こちらをですねちょっとレビューしていきたいなと思います。開けてみたい、開けてみたい、ちょっと待ってよ。まず今回ね、付属しとったものがまず本体でね、ロボットの本体、それとこれとこれ、これ最初に開けてみる。これなんか説明書とかそういう感じ、あ、遊んでくれるやつとかそういう感じ。なんこれ、英語よね。まあ、英語で書かれてる。ボールや、ボールって。あ、ボール、ボールか。これボール、ここにボールのマークがある。そういうことね、ボールね。ここにこれ後で組み立てたらいいってことか。これがボールやけど、このパーツね。え、それとブルファイトっていうことは、つまり、これ中に入って寝るん。多分ね、こうやってヒラヒラして闘牛、闘牛ってわかる？あの、怒った牛が襲ってくれるやつ。あ、分かる、これで。そう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 、それをするためのやつや。こうやって説明書が書いてある。おお、すご。英語やけど、まあまあなんとなく雰囲気でわかるよね。うん。あ、なるほど、こういうものが入っとるということか。お、それと、あ、これボールや。ボールとマント、ね、ああ、そういうことね。このね、ロボットのデザインが、まあ犬っぽい感じのデザインって言ったらいいんかな。犬っぽい感じのデザインやけど、なんかこうピクサーっぽい感じがねすごくするんですよね。できるまでに9年間ぐらいの歳月を要したようで、まあ、デザインとかもねかなり改善されていって今の形になってるのかなと思います。これ今度それ行ってみよう。いくよ。いいよ。なんか銀色のがある。お、これ開けてみる。いいよ、開けてみよう。あ、こっちからでも開けれるのが、開けてチャンスがある。よいしょ。なんだこれ、なんだろう。あ、なるほど。これはかぶせるやつ、かぶせる着せ替えかな。まあ、とりあえずついとったのはこれと、あとまあボールもついとったけどね。で、今度はこれね。いくよ。これは多分持ち上げるだけでいくか。おお。お、これ何か、うん、裏側はこんな感じになってます。なんか立体造形ですね。なんだこれ。ユーザーマニュアルですね。ユーザーマニュアルと、これ一回開けてみる。うん、いいよ。あ、これコードみたいな感じだ。コードだ、コード。あ、Type C の USB ケーブルが一つついてました。で、開けるよ。お、おお。ちょっと待って、まだ電源が入ってないから。ここに挿す。あー、ちょっと待ってね。まずここに説明書があるから見てみると、一応日本語でも入ってるね。オンにするために首の後ろの電源ボタンを3秒間長押し。これが電源ボタンね、うん、ここを3秒間押すんだって。いいよ。うん、ずっと押す。けど見えにくいカメラだった。カメラだったら見えにくい。これ下行っとるけ。ああ、ほんとやね。おっ、きた。え、電池いらんの。電池入っとるっぽいね。はーい、だってパッて、よし、カメラに見えるように言ってあげて。こっち。おお、そうやった。初めてのロボットやって、どうしていいかわからんね。おお。向こう持っていくもん。向こう持っていく、向こう持っていく。向こう持っていく。初めてのロボットやって、ようわからん。一応しみ。揺らんかったら怒りん。
遊んでくれんかったら多分暴れる。ああ、そういうこと。本物の犬みたいな感じ。遊んでくれんかったらこうやってやったら顔の下が赤くなる。お前だね、ほっぺたが赤くなる。うん、耳も一緒にやってあげたらいいんじゃない。耳もそうそう、それでよしよしって。まずは一番最初にこういうアプリがあって、アプリを使って接続して初めていろんなことができたりするみたいね。ああ、じゃあまだ全然できるのね。意思の疎通ができるのじゃないかな。うん、回ってとか邪気やってくれんかったんやね。そうかもしれない。野良犬みたいなもんかもね。そうかもしれない。うん、電源ボタンを7秒間押そう。ずっとここ、うん、そこを押してあげて。1、2、3、4、5、6、7。電源ボタン長押ししたらこの画面になって、これで電池が見える、Wi-Fi 情報を伝送して、アカウント情報を同期すると。テーブルモードは開発中です。このテーブルモードっていうのはね、早く欲しいよね。テーブルの上で動いて遊んでくれるっていうね。うん、うん、地面だとなんか汚い系ね。ね、やってない。お、なんか出てきたぞ。ちょっと待ってよ。ボタン押したかな。果物から生まれる妖精です。どの果物がいいですか、テクノロジー、あと知恵、賢い、あと思いやり、まあ、優しい、勇気。どれがいいかね。どんなのがいいかね。賢いのもいいし、テクノロジーっていうのはあのハイテクってこと。ハイテクって分かる。うん、あと優しいか勇気がある。適当じゃダメ系ね。一番上のこれがいい。賢い。賢い。じゃあ賢いで行こうか。うん、よし、じゃあ押していい？押してみよう。もしかして全部。ここはどこ？ここはどこ？あなたがご主人様ですか？覚えてもらう。はい、覚えてもらう。覚えてもらう。よし、カメラが出るから、うん、顔をね、そう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 、覚えてもらおう。おお、覚えた。ご主人様ができたんだって。たこ焼きくんがご主人様になりました。気持ちいい、もっと撫でてっていう。挨拶して。お、遊び始めた。ボールで遊ぶんだな、こんな。遊ぶかと思わんかった。蹴った。蹴ったね。おお、あれじゃね、近づきすぎたらちょっと勢いが強いかもね。闘牛してみよう。闘牛いくぞ。いいよ、いいよ。闘牛スタート。お、ついてきた。おー、すごいね。これで運んでくれるよ。まだ探してないぞ。
ハロールーナ、後ろに下がって。俺が見つけたんだ。やっぱ遊ぶね。こういうことじゃない。なるほど。でもさっきこれアプリじゃなくてもやりよったもんね。うん、アプリじゃなくてもできるっぽいな。ずいぶん賢くなった。ね、賢くなったね。こうやって自分で先に転がして遊ぶの。あれ、遊ばんかったら怒るんよね。そっか、いつも遊んでほしいんだね。でけ、怒るんよね。この中に、うん、この音声コマンドってのがあって、うん、じゃあ音声コマンドは何ができるかっていうと、ハロールーナ、ハロールーナ、大きくなれ、目が大きくなるんか。レッツゴー。あ、そうじゃん。そうやって言ったらついてくるっぽいよ。やってみる。いや、カメハメハ。あ、カメハメハできるんかいね。前やったらあれ吹っ飛んだよ。そうかいね。ちょっとやってみる。ハロールーナ、ハロールーナ、カメハメハ。ほら、今度はルーナが攻めてきた。もう一回言わねえかな。ハロールーナ、レッツゴー。今このフォローモードってなってるね、うん、これがついてくるっていうことやろね、きっと、うん。いいよ、こっち側まだ来たかな。こんなのもできる。リモートコントロールって言って、これを開始ってやると、あ、動かせれるの。そう、こんな感じでルーナを動かすことができる。やってみたい。いいよ、できるか。あ、 Wi-Fi がごめんね、うちの Wi-Fi が重たいもんで、ね、遅いけんね。まあ、こんなことができると。人形が映った。あとはこのプログラムっていうのがあって、うん、こうやってね、新しいプログラムを作るってやると、ルーナに、うん、なんかいろいろこういうことやってほしいよっていうのがね、新しくできるんだって。で、こういうのって小学校とか中学校とかで、うん、あのパソコンの勉強とかでするらしいんだけど、当初はね、これ見てもいまいち何がなんだかわからんかったよ、うん。さあ、そういうことでね、今日はルーナ、このロボットね、ロボットはどうじゃろう、友達になれそうな。なれそう。家の中でしかね、遊べんってところがあるけ、ちょっと外には持っていくことはできんのんだけど、
でも、いや、外でもっと行きたいよね。できればね。うん。できれば早くテーブルモードっていうのがね、増えてほしいよね。うん。まあ普通にね、やっぱり犬とか猫とか飼うっていうと世話が大変だけど、うん、この子に関しては充電するだけだけどね。うん。で、プログラムとかを追加していくと、どんどん賢くなれるっていうところがあって、これからは賢くしていってみようよ。うん。ね。ということで今回はたこ焼きくんの新しい友達ルーナのご紹介でした。